さて始まりました、ぼんちゅうチャンネル。さあ今回は、はい、たわしさん。はい、東大合致たわしです。はい、東大合致たわしさん、はい、ですね。でも東大合致してるけど英検受けまくってるじゃないですか。英検はまだ3落ちです、はい、英検1級まだ3落ちって、はいはい、なんでちょっと英語力上げるアプリ持ってきましたんで。あ、ありがとうございます。はい、たわしさんの英語力チェック、はい、久しぶりにやります。今回使うのはスピークというですね。スピーク、はい、いうのを使いたいと思うんですが、まあ AI と喋る。AI と。はい。AI との英会話。まあ今、AI との英会話ってね、はい、っていうのが話題になっておりまして、まああの、チャット GPT もね、話題ですけど、はい、そのオープン AI とのパートナーシップを組んでいる。あのチャット GPT の。はい。シリコンバレー。バリー。初の、はい、もう英語学習特化。スピーキングに特化した英語学習アプリということで。はい。では、早速やってみたいと思います。お願いします。はい。こちらですね。じゃあまずはこの状況があって、その会話するシチュエーションがあって、そのシチュエーション内で話すことができるんで、まあカフェのやつとかすごいいろんな、ね、いろんなシチュエーションがありますね。自分でも作れるみたいな。おい、すごいいっぱいある。あった。スターバックスとか一番最初。そうですね、スターバックスで注文。はい。で自分がお客様で AI が相手が店員か。なるほど、そういうロールプレイですね。ロールプレイができるってことですね。やってみましょうか。はい、はい、お願いします。Welcome to Starbucks. What can I get started for you today? I want a cup of coffee. Of course. What size would you like? We have tall, grande, and venti. I want grande, please. Great choice. And how would you like your coffee? We have options like black, with milk, or with flavored syrups. Okay. Black, please. Perfect. Anything else you'd like to add to your order?We have a variety of pastries and sandwiches available. Oh, I'm hungry. A little. So I want sandwich. Please. Absolutely. We have a few sandwich options. Would you like a turkey and cheese sandwich, a ham and Swiss sandwich, or a veggie wrap? I don't know Swiss sandwich. What type of sandwich? Swiss sandwich. Please teach me. Sorry.No problem. A Swiss sandwich is made with Swiss cheese, ham, and mustard on bread. Would you like to try it? Oh, it looks tasty. I want it. Please, Swiss sandwich. Excellent choice. Would you like any condiments or vegetables added to your Swiss sandwich? We have options like lettuce, tomato, and mayonnaise. Tomato, please. Great.Anything else I can get for you today? Perhaps a drink to go with your coffee and sandwich? Okay, thanks. No thanks. Alright, just to confirm, you'd like a grande black coffee, a Swiss sandwich with tomato, and that'll be all. Your total comes to $8.50. How would you like to pay? Oh, I want to pay by cash. Okay? Perfect. That'll be $8.50.Please give me a moment while I prepare your order. Okay. Thanks. You're welcome. Your order will be ready in just a few minutes. Please feel free to have a seat while you wait. はい、という感じですね。カフェでどうでしたか？久しぶりにこの英会話っていうものをやったんで、はい、緊張しましたけど、はい、使った単語70。おお。でもすごいなんか、はい、あれですね、反応早いですね。あ、全然言いたいことは伝わってるなって思いました。はい、so it looksIt looks tasty. 見てないですからね。そうですね。僕も言いながらちょっとこれおかしいなと思ったんですけど。Sounds. あ、sounds ですね。やっぱそういうのも出てこないですね。はい。とか、まあいろんな表現、そうですね。コンディメントとか知らないだろうなって思いましたけど、ね。コンディメント知らないですね。はい、あれ何ですか？コンディメントっていうのは、まあ調味料的なの。だからまあマヨネーズって言ってたと思うんで、そういうやつですね。はい、マヨネーズとか、ケチャップとか。はい、そういうのをコンディメントって言って、よくまあ野球とか見に行って、たりとか、はい、いろんなところイベントごととかでポテトバーってあるって、はいはい、でケチャップ自分でこう取ったりとかするとこですね、マスタードとか、はいはい、でそこに書いてるね、まあおよそ調味料みたいな、そうですね、そういうのでします。はい、はい、なんかレッスンある、レビューするコンセプト、会話元に練習ポイントをまとめてくれてます、はい、お、使った表現じゃないですか、たわしさんが I don't know what
なんとかエース。あー、これ怪しかったですけど、これでこれからレッスンで、なんだっけ、スイスチーズ、スイスチーズ、スイスチーズは何ですかって言いたかったんですけど、で I'm a little hungry か言ってたのは、I'm a little hungry だ。で、It looks tasty だから。すげえ、その文型に合わせたやつを練習できるんですね。そうですね。当然、レビューもできるわけですね。あ、書いてある。本当だ。なんか、チェック。とりあえず問題ないとこと。はい。これですかね。こういうとこがあれなのかな。I'm a little hungry, so I want a sandwich, please. A little hungry の前に置くと。あ、そっか。A little 後ろに言ってましたね。I'm hungry. A little って言ってましたから。はい。それを直す。すげえ、チェックしてくれる。すごいですね、これ。添削があっという間に。I don't know what a Swiss sandwich is. Can you explain it to me? あ、そう、これも思ったね。Teach me とか言ってたもんね。Explain. 確かに。そうそう。だから、これとか、はい。単語で逃げてるんで。あんまり添削ないな。No thanks じゃなくて No thank you って言いましょうってね。はい、No thank you。ああ、そうなんですね。そうですね。OK いらないですね。I want to pay by cash。バイいらないですね。あ、いや、バイはいります。OK いらない。はい。Pay by cash、はい。Pay cash じゃないですね。Pay by cash とか、Pay by credit card とか、Pay by card なんて言ったりしますね。Buy plastic はあんまイギリスこないで言ったらあんま言わなくなってましたね。Buy plastic ってなんですか？クレジットカードで。まあ聞かなかったですね、イギリスで。そうなんですか。前昔はすげえ聞いたんだけど。はい、まあじゃあ練習しますか、これ I don't know what ホニャラライズの形なんでしょう、はい、うん、添削された文章で話す練習をしてみましょう、はい、はいはい、 I don't know Swiss sandwich と言いましたけど、あ、ちゃんとここ what が抜けてるよっていうことはバレてましたね、はいはい、I don't know what a Swiss sandwich is、うん、I don't know what a Swiss sandwich please、please じゃないですよなんで please なんですかI don't know what a Swiss sandwich isI don't know what a Swiss sandwich is. あとスイスが良かったですね。I don't know what a mojito is. モヒート。I don't know what a mojito is. モヒートが何か分かりません。モヒートは知ってますよね。お酒。お酒、はい、はい、知ってます。もう一度。あ、自分の発音聞ける。モヒート。I don't know what a mojito is. OK、そういうふうにできる。次に。モヒートが何か分かりません。ヨガが何か分かりません。うん、I don't know what the yoga is. I don't know what yoga is. うん、うん、そういうふうに練習ができる。なるほど。この部分を変えていろいろ。そうですね。豆腐が何かわかりません。I don't know what the tofu is. I don't know what tofu is. あ、いらないんだ。モヒートが何かわかりません。I don't know what the mojito is. I don't know what a mojito is. じゃあここに。スイスサンドイッチが何かわかりません。I don't know what the Swiss sandwich is.I don't know what a Swiss sandwich is. Swiss を認めてくれないですね、タメさんの。あ、スイッチが Swiss。I don't know what a Swiss sandwich is. ダメ。I don't know what a Swiss sandwich is. 質問ができるってあったんで。質問ですね。はい、スピークチューターにチャット質問ということで。これか。ああ、これ。スピークチューターですね。はい、このスピークチューターに、まあ、はいはい、何かわからないことがあったら。AI に質問できるわけですね。おお、please tell me. 私の英語のレベル。あ、そういうことか。これ英語で答えてください。最後に。5つの質問をして、セファール、どれぐらいか。Please. What's your favorite hobby? My favorite hobby is watching soccer. Because I have been playing soccer for about 6 years. 10歳から?6 そっか、素晴らしいですね。サッカーお好きなんです。はいはいはい。What did you do last weekend? Oh, last weekend. I do part-time job and making some videos for uploading on YouTube. 過去形が使えてないですね。ああ。もうすごい、仕事と趣味の両立をされているんですね。I have many friends. One of my best friend is teacher Moritetsu. He is so clever.ずる賢いかもしれない。One of my favorite food is hamburger, but I eat hamburger once a week. One of my favorite food. I would like to travel Southeast Asia because in Southeast Asia the prices is not so high.すごい、ちゃんとトラブルのやつでやってみますかみたいな感じで、へえ、はいはい、こんな感じで、まあ、何かしら質問がある場合は
聞くことができるという感じですね。で、まあ AI の能力がこんなに高くなってしまったというか、こんなに高くなってるんだなっていう感じですね。最初の頃は全然違いました。もうこんなじゃなかった。だってまずネイティブ発音ですもん。もう機械って分かんないレベルまで来てるのがすごくて、このレベルまで来てるっていうのに驚き。家庭教師いらなくなっちゃいますね。そうですね。それで答えてくれるし、質問解説もできるんだっていう、文法ミスとかのやつも言ってくれるんで、フィードバックできちゃうっていうのがすごいですね。はい、で、まあコンテンツもね、いっぱいあるんで、さまざまなシチュエーション、ね、まあ IT だったりとか、いろんな状況があったんで、いろいろできると。で、プラスでまあ自分自身の自由なオリジナルな会話もできますよっていうふうになってますね。はい、で、まあやっぱり、なんといってもたくさん喋れますし、はい。そうですね、自分の好きなタイミングでできますね、はいはい、これ。でも従来の英会話なんかと比べても相当多い。一人でドワーってずっと喋ってられるし、あとは人がいないんで、はいはい、あの恥ずかしくない。ああ、それはめっちゃ思いますね、はい、僕最初ちょっと照れましたけど、そう人とは全然違いますね。そうそう、人のもね、はい、いろいろ体験いろいろやってきたと思うんですけど、はいはいはい、もうテンパっちゃう、テンパっちゃう、うわーだーってなって、まあ、今回はね、思いっきり人に見られてる状況ですけど、映像だから、まあまあそれはまた確かにあるんですけど、でも人だとなんかその英会話始める前にちょっと身構えるっていうか、うん、はいはいはい、よしってなんかスイッチ入れなきゃできないんですけど、これだったらなんか自分の好きなタイミングできるんで、うん、だ間違いを恐れる必要はないっていうのがね、はい、OK ですね。やっぱね、まあ、フィードバックがとにかくね、もうリアルで出て、で見て、ここが間違ってるとか全部言ってくれるんで、まあ、人間だったら見逃してしまうようなことも見逃さないですからね。はい、確かにこっちの方が正確というか、厳しいかもしれないですね、はい。というのもあったりするので、はい、ぜひ、概要欄にですね、貼ってありますので、はい、コメントにも貼ってるかな。はい、ぜひ、スピーク、お試しいただければと思います。はい、どうでしたか、田橋さん。いや本当に気軽にできるっていうか、うん、やっぱり英会話って一番な気持ちのラインってやっぱ手入れとか恥ずかしさってなるんです、うんうん、と思うんですけど、まあ、これだったらなんか本当ゲーム感覚でできると思うんで、うん、なるほど、めちゃくちゃいいですよね、はい、じゃあ次は英検受かってくださいね。これを使い倒して受かりたいと思います。本当にちゃんとライティング対策にもなりますからね、まあね、喋ってて、そうですね、いろんななんか例文とか添削もしてくれるんで、うん、はい、いいと思います。そうですね、はい、添削してもらって、はいはい、次こそ合格を、次こそ4回で決めたいですね、はい、はい、ということでした。はい、今回は田橋さんの英語力見てみました。はい、ご視聴ありがとうございました。できるごちん、ありがとうございました。